みこばたけしのカチャで。さあ始まりました、生駒たけしのカチャでということでですね、今回はなんとカチャでツアースペシャルとなっております。ツアーに参加してくれてるお客様とワイワイ打ちながら、そしてですね、ご飯食べてお酒を飲んだりするといった、まあ3ヶ月に一度の、ツアー企画となっております。さあそしてそのツアー企画をこうサポートしてくれるメンバーをお呼びしたいと思います。どうぞ。こんにちは。どうも。こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。ジャグラーを打つためだけに生まれてきた男、アイム安島です。よろしくお願いします。よアイム、よろしくお願いします。さあそして、はい、どうも、私、運だけで生きてます、長ズボン半ズボンブーです。どうも、先日利根川との対決で本当に耳をやられました、伊藤開始だ。どうもお願いします。やられてる、ほんまにやられてる。さあそして最後は、どうも、エレラの福田です。こんにちは。はい、よろしくお願いします。なんでこっちから振らしたんですか。はい、いや、余計なことやんなくていいんですよ。あ、意外と多いんでね。そうなんですよ。爽やかにやるのが一番いいんですから。ちょっと、あれ、あれ、テラフォーマーチャンスリプレイ7回するがある。いや、待ってください。どうしたの、おじさん。おじさん、絶対この間通る人いないから。セブンバイセブン玉木と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。入ってないでしょ今回のツアーに。そうよ。今回、はい、ね、あの京楽さんの偉いさんの前で、はい、もう何百回も土下座して連れてってくれ、連れてってくれと入れてくれと入れてくれと言って、はい、それに来ましたよ。やるんですか。やります。やるあなたも、はい、だってちょうどいいっすわ、あのミニツアーあるから、はい、ミニツアー係、今回雑誌に書いたらですよ、ミニツアーの玉木信頼度は星4つ半ここは、はい、当たるよ。ただ濃厚です。今回下見して、はい、ワンシーズン目あったから分かるでしょ。分かります。プレゼンをするんですか、はいはい、下見をして明日の戦い方を、はい、それで、あ、この人いけると思った人を、うん、2人ですよね、2人選びます。この中から。なるほど。選ばれなかった人は散歩です。ミニツアーも行けないけど、ミニツアーも行けずにもうずっと散歩してくれる。とりあえず下見の方行ってみたいと思います。はい、行きましょう。行きましょう。あのマジ絆、ここはねちゃんと入ってるの見てんすよ。俺のじゃなかったんですけど、ちゃんと入ってるんで、マジです絆。まあ、あとね、悪くないというか、その俺が相性も。で、前回のツアーもそうだったんですけど、やっぱこの花々鳳凰をやっぱ何台か入れてるっていうのがあって、で、ツアーの人でも高設定だったって積もったっていう人がいたんで、やっぱ明日も、まあ、ドリーム花々か鳳凰は入れてくると僕は思ってるんですよね。はい、内角入れるかな。あんま癖ないもんね。なんか一番真ん中か角かって考えたら、なんか内角が一番可能性低い感じするんすよね。やっぱ強力栄の本拠地ですから、明日も暑いと思うんですよね。なるほどなるほど。この台、この台、1000円だけで450枚プラス確定。1000円でワンビッグ引いて、で150ぐらいでもうワンビッグバー、ここで終了で、450枚プラス確定が空いてます。明日のために、はい、乾杯。乾杯。ちょっとかっこよくないですか今の。明日のために乾杯。今テロップ赤文字で入れてるんです。激アツなんで赤文字で。今回は松竹梅じゃございません。ええスタッフさんがマグカップを作りました。カチ上げの、カチ上げロゴ入りです。すごい、オリジナルマグカップ。すごいすごい。僕らが1000枚達成しなかった場合は、僕らがその制作費を出します。あ、
マグカップ。なるほど。プラスになったらスタッフさんが出してくれます。ああ、なるほど。ら僕らが負担70名分ですよ。あ、プレゼントするやつ。負担するんで、うん、まあまあな額です、うん。みんなで割りましょう。そうしましょう。あ、まあそうですね。先輩行かなかったら、ね、大体行かなかったら、ね。大体行かなかったら。実践、この中から選ばれるわけですよね。2人、2人です。2人ですよね。はい、重要ですよ。重要です、この作戦は。はい、もう僕は、はい、ガールズ&パンツァーズ。また言ってた。全然全部言ってたわ。今言った見たと思うんで。相性もいいんですよ、僕。ああ、なるほど。だからガルパンちょっと行きたい。おガルパンってようやく覚えてくれました。ガルパンツァーズ。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 成長がてないです。ちょっと僕も3回目か4回目なんで、はい、ちょっといろいろこの店の特徴を見まして、おやっぱり、まあ、どっちかっていうと僕のイメージですよ、はい、角より中にあるイメージあるんですよ。この前もテラホーマーズ打った時に結構中に集まってたし、うん、どの台打つにしろ島の真ん中辺を狙いに行って、うん、で順番引けたらちょっとまあ言ったら絆とか行きたいんですけど、僕はもうあの言ったらもう今のところ全勝で来てるんで、うんうん、もう勝つのはもう当たり前、上昇は当たり前。なるほど、まず勝つということで明日は見せて勝つ。僕は、まあ、見たところやっぱりマジ絆が、まあ、まあね、相性もいいし、看板だからね、看板で出てて、やっぱりで、うん、2番が窓巻き。おう、また行くの？また行きます。ボッコボコにされてる。もう本当に前回何ぼ使った？投資は7万っす。終わって焼肉食べてる時、うん、まあ、やそくん後輩ですよ、これ、うん、ガチでちょっと怒ってたからね、お前何やってんだって。そうだよね。聞かなくてもいいです、別に。いや、ちょっと、僕だって、だって、はい、言いますよ、はい、ジャグラー打つんでしょ。はい。バジは多分あの毎回入れてるので、うん、入れてくると思います。ね、はい、大根はね。そしてテラフォーマーもやっぱりメイン機種なので入れてきます。そして今日は両角出てました。うん、なので多分中厚いかなと。うんうん、そして窓巻き全然角してないんですよ。してなかったね。なのでここちょっと厚いのと、あとやっぱサラリーマン番長、これも。ちょっと熱いんじゃないかなっていうのがありまして、結局全部結構全部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 まだありますよ。まだそして今日、ま、今日ですよ、はい、ドリームハナハナが、そうですね、寝台お気どきだったところがドリームハナハナって、そして凱旋、凱旋網羅してます。でもそれだけでいいのね、凱旋で。で何に座るんですか、結局は。凱旋の終わりね。じゃあ凱旋ですね。凱旋ですね、終わりですね。凱旋で凱旋もうないですね。もうおすすめないっすね。もうおすすめなしね。すいません、凱旋行ったら、嫁に怒られます。いやいや、じゃあ、何いい、何のど、その、ボケのテイスト教えてもらっていいですか。いっぱい行くのか。すいません。そうそうそう、はい、ボケはだから、ね、結局前代言うんかいボケだと思ってる。それこいきなり僕、コスプレしてないと、ちょっとダメなんですよ。何がダメなの。少将でまずじゃあ1人落とします。はい、選抜からは。はい、ヤソくん。早い、タミさん早いね。早い。辻はですね、あー、俺見てる。お笑い下手になったね。たまちゃん、いや、いいねんけど、うん、ちょっとこう狙い台が多すぎるかなっていう。いや、それはしょうがないです、武さん。あのね、僕言ってなかったですけど、はい、実は、うん、お昼にミニツアー行くの。それ入ってるんですか。大丈夫です。とりあえずそれで皆さん明日、はい、頑張っていきましょう。はい、お願いします。お願いします。めっちゃ並んでる。
さあやってまいりました皆さん、はい、来ました。昨日の作戦会議の狙いだが取れるか正直ちょっとわからない、ね、まあ、そこはわからないですもんね、はい、正直ね、ぎまあ、ギリギリいけるかいけないかぐらいですもんね。そうですね、はい、9時オープンなんで、はい、お昼の中間報告まで3時間あります、はい、まずは前半でこれでもう、うん、ダメやった人はもう代打する可能性もあるんで、そうですね、そうか、そこで変われますもんね、はい、温めておいてくださいよ、頼むよ。まあそんな感じで、はい、とりあえずホール入って頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。足もオフ行ってくるわ。マリオン、よっしゃ、行ってきます。俺バジ行こう今日は。何気に、はい、俺と福ちゃんバジ打ってないもんね。そうです、俺もプライベートでも全然打ってない。あ、そうなんす。中3ついや、上げ狙いができ、まあ、あ、この辺行こうか。てか、多分前立腺やと思うじゃない。そうですね。さあ朝一変更すると約 26% で、全世で共通で降格にはいきますけど、まあ多分前立腺だと思うんで、わしの占いでも見えぬものは、まあ降格確定演奏はね、今みたいにセリフプラスリプレイとか、まあ、いろいろこれで煽りリップとかで、ね、あるんですけど、さあいきなり 25% まあ定格なら 25% ですね。おう、スープ場行きました。ちなみにこれスープ場はですね、BC 当選プラス AT も確定するんですけども、これまれにですねガセ前兆中のスープ場みたいなのがあるんですけど、まあほぼ外れないです。で設定変更すると約 8% とかで BC 一発目で AT っていうのが、まあ、前線で共通なんですけど、まああるんで、いや巻物ジプレー花火巻物もういいっすね。これもう一発目で伸ばすチャンスなんで、まあこれは間違いなく当たる。19ゲーム、あー大頭だ。さあゼロ元気、やっぱ設定さないでね。すごい。さあどうすか。7個。わあ終わりそう。巻物引けないか。カウンター。次大事です。ほぼアウト。まあ、めったに出ないですけどね、壇上や出産とかだと思うとシーゾーンか。おい、タレミ、土産を買ってきたね。超8分の1ですね。で、今ゲートスケのカットに出ましたけど、あれで当たらなかった場合は広角以上のこうで、まああの広角っぽくなかったんで8分の1同速で、本当は可動これ一応外しとかもあるんですけどね、外して回数切るみたいな。とりあえず2回連続 AT っていうのでこれ伸ばしたいですね。あっ、もういっぱいです。ちなみに絆めっちゃ久しぶりです。昔結構打ったんですけど、
曖昧なところも結構あるんですよね。だいぶ思い出してきますけど、ね、ああ。あ、こうでか。つかない。ここで BC 当たったらもったいないっちゃもったいないですよね。やばいな。うわー、ノーマルだ。チャンスアップ出ないとね、ダメなんですよね。ここ大事、カウンターカウンターしてる。まあ大丈夫、大丈夫だと思います。カウンターサップ出ない。よし、結局ね、この振動術いくか、絆効果というか、何かしらに、あ、おもろだ、持っていかないと、ほんまに6打てても、ずっと下だなときとかね、マジであるんで、どっかでやっぱ跳ねさせないといけないんですよね。レギュラーメンバーがあれですね、シンプラ言ってるように、誰か一人は積もってるんですね。うわ、そうか。まあ、共通で、まあ、50% 弱ぐらいですかね。ちなみに、まあ、奇数奇数で、まあ、ここ、絆モード確定なんですけど、まあ、奇数偶数だと絆、効果があるんですね。まあ、正直な話、夕方ちょっと前ぐらいまでしか打てないんで、早い段階で何かのトリガーを切りたいですよね。このツーベル、今回4-4ここで終わるのか、おい、おい、あー終わる。そうなんだよね。おもろっ、はい、出ました、巻物引けません。弱瀬で出た。あー、ヤシャマルか。熱い、チャンス。ジャックで。ダメでした。はい、危ない。ないね。でも終わりで合格いくんだよな。よし、ここよ、ここの3回目で入んなかったらちょっとね、怪しいよね。あちゃあちゃ。サンスルーよ。次 BC 行っちゃったらもう天井狙いにも視野に入れつつなんだよな、ここからは。まだ
弱者編もいいし、赤玉だから行くしかないよね。到着来ました。揃っちゃった。断髪。剣の付けで当たりました。なんか確定出てくれたら嬉しかったんだけどな。お、出た。まあ、後継続してたんです。何で当たったんだろう。謎当たり来ましたね。これは熱いかも。スルーしちゃいましたけど、謎当たりだな今のは。何ですか？出た。もう無双して難しいから行きましょうか。
あー出ない。あー変わろうか、変わろう。いやあ、いやもう無双一世難しいでて。おい行ったれー、また合格出しかな。そうでございますね。今の衆が心配しておられるかもしれない。騒ぎ立てていらっしゃるというのですね。やりとうございますね。おお、また赤だね。目標、今日の目標はフリーズ。ただのフリーズじゃない、フリーズで 80% 祝言2個。ダメっぽいな。おい、マジかよ。あ、いた、いるんかい。いるんかい。いるんかい。四発目ね。頼むぜ。伸びろ。あはっ。あはっ。これで船なら終わり。あっ、鳴った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 よ。曲が鳴ってるよ。あびれー。到着、持ってこい。PC の方、PC の方で、ドン、あー、よし、止めろ、あー、やった。わあ、おお、まだです、まだです。しかも巻物、BC 来い、おお、BC。はいはい、赤頭。はい、お寺さん。お昼。あ、ほら、ほらほら。大丈夫だ。大丈夫、大丈夫。これ大丈夫、絶対大丈夫。このパターン俺外そうない。いるいるいる、大丈夫。大丈夫。大丈夫です。絶対大丈夫です。大丈夫だ。大丈夫じゃないんかい。外すんかい。
外れ、れお、これは絶対差あるだろう。入り入り、こんなの入り、こんなの入り。いいぞ、いいぞ、引いた。強制ある、同色強制。もうこれでベルデの実は分かんなくなってる。こういうことよ。ねえ、やめてよ。やめてよね。いえねえ。うわー、弱え。リプかまた外れで、なんだろうね。ほら、壇上は積もるのよ。また赤ですね。ポーキー、ポーキーがあるぞ。源之助、あるぞ。鬼門の3でよっしゃー。危ねえ、3抜けなかった。ダメですね。うわー、単発か。ダメだね、こんなの。うわ、変わった。まあ、まだわからないですね。ノーチャンスアップ。また天井ってもらう。さっき天井行って。
っぽいですね。まあ通常時ビッシュ全然蹴れないんで話にならないですね。まあ移植が今1対1ジャック・チェリー AT 中通常時ボーナス49分の1。もうチズナはもう打てないっす。ロックあるかなと思って狙ったんですけどね。え、マジで、はい、うわぁ、嫌やなぁ。じゃあ、目標300で。あ、全然100でもいいです。いやぁ300でいいらしい。いや、頑張ります、ほんまに。ここ行った、ここなんです。こう継続率あるからね、これ大事です。あー、まあまあまあ弱なんでね。さあ超かっこいい、来い。さあ超かっこいい、超かっこいい、来い。また弱か。今日来い。いやー、違う、それじゃない。いやー、今日勝っといこなかったね。おは、出してんじゃん、出してんじゃん。はい。何引いたの？いや、何も全然特に強いの引いてないです。まあ、赤頭はめちゃくちゃ、20回中16回ぐらい赤なんですよ。で、弱手がマジで振り切ってます。ふんさんは出た。ここは欲しいな。ここ当たってほしい。来い。当てたい。振動術、振動術揃った。振動術、タケさんにやってもらおう。やってもらおう。あの人、いやや、自分でやるやとか言うけど、やらせましょう。今日はツアーだから。そうしよう。タケさん、ちょっと来てもらっていいですか？いや、俺無理やって。いや、もう勝ち上げはタケさんがやるって決まりなんです。何個ぐらい目標にする？何個ぐらい目標？7個さあ、大注目の最初に言っとくけど、はい、俺チズラあんまり好きじゃないよ。いやいらない、保険かけないで。保険いらない。いや、7個って7個欲しいな。あ、これどう？ここはどうなの？ここはどう？いい、いけー。おーおおあおおおおおおおよし。
よしよしよし3、3、3よしよし、おお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 おい、来た来た来た、ループってるループってる、はい、ボブあるから、よし、おい、ダブルっぽい、ダブル、イエーイ、おい、いやだ、何だ、超えた、目標、目標超えました、目標超えた、まあまだ飛んでる、まだダブル来い、もう一回ダブル来い、もう一回ダブル、おお、マジかよ、すごい、マジか、これは10個あるぞ、もう一回振動じゃない、もう一回、こんなことないっすね、おおこれ、おい、もう一回、もう一回、もう11個今12個が、あー3回、すげえ、ダブルが大事、ダブルが大事、ベルラッシュだ、おお、やば、ラストラスト、ラスト、ああもう一回あるか、あるか、あ、十、すごい、武田さん、すごい、でかいな、すごい、初めて見ました、3回ループ、すげえ、やったな、ありがとうございます武田、やった、17個、やばい、やばい、ありがとうございます、見せましたね、これはいいの取れましたね、はい、武田乗り打ちやんな、え、乗り打ちやんな、まあ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 乗り打ちでしょうがないっすよ、今日はいやもう朝一3人で行って、はい、俺朝一1発目が多分変更の1発目、多分 8% の1発目入って、はい、1個目ね、はい、いやもう完全に1強度で、1強度やりました、今何を打たれてるんですか、窓町です、で、こうだよ、うん、はい、マジ絆、いや、今さっきちょっと聞いた謎当たりも2、3回引いてて、謎当たり3回、俺見てたら、赤走ってたから、うん、もうほぼ6回18回ぐらい引いてるんですよ、BC を、うん、そのうち赤が15回引いてるんですよ、あ、じゃあで、同色、同色赤2回で、ジャクチェは6振り切ってます、4、6の可能性で、6の方が高い、うん、出玉もついてきてます、ね、うん、今2300万円ぐらい、絆3人で一緒に行ったのね、はい、なんかもう、やめたいです、やめたいな、すいません、出たよ、ちょっと僕もなんかすまない気持ちになっちゃう、ゲッタマウスないんですか、ゲッタマウス、いや、ええタイプいかない
どうしたの、サッカーどうしたの、鬼瓦みたいな顔してる、どうしたの、泣きたいよ、僕今2万7000円なくなって目立てないわ朝一、アイムジャグラー、はい、八十島包囲網っていうのをされてて、八十島だけは出さねえぞみたいな感じで、アイムジャグラーはもうベタピンにされてます怒られる入れてたら怒られる釣れました、ほらね、もうやだよ、もうここからですよ、さあ何が出てくるか、緑か、さあ来い、乗れ、惜しかった